はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日ね、買ってきたんですよ。買ってきた今回ね、大量にマック買ってきたんですよ。マック、まあ、これ普通に食べてもね、しょうがないので、ちょっと揚げたいなって、いろんな人の動画見てやっぱ揚げてるの多かったんで、ちょっと食べてみたかったんですよ。だから今回は揚げていくのプラスホットサンドメーカー買ったんで、ちょっとね、ハンバーガーをホットサンドにしていこうかなと思っております。ホットサンドの方ね、正直作ったことないから成功するかわかんないんだけど、とりあえず勢いでやってみようと思います。ホットサンドメーカーの方はね、こんな感じ。デロンギさんのホットサンドメーカーで、ね、これだと一応ね、一気に2個ぐらいいけそうだから、2個ずついってみようかな、とりあえず。はい、でね、今こんな感じでちょっとカメラの画角を変えました。ホットサンドメーカーをこっちに置いて、油で、まあ、ここら辺にね、卵とか溶いてね、置いてって揚げながらちょっとサンドしていきたいと思います。まずはね、卵をね、ちょっとこっちに割っていこうと思います。ということで、今準備の方があらかた終わったんで、ここから揚げていきたいと思います。一応ね、ハンバーガーの方が10個ちょっとぐらい買ってるから、焼いたり揚げながらしていく最中に紹介しながら作っていきたいと思います。そしたらまずね、揚げていくのがこれ、チキンクリスプとエグチだね。この2種から揚げていこうと思います。さあ、まずは卵、ドン、ほい。そしたら次エビフィレオと、これはダブルチーズバーガーか、これも揚げていく。ちょっと忘れてたんだけどさ、これ爪楊枝刺していくわ、絶対分解しちゃう。エビイント、これダブチ見える、ダブチ、うまそう。今ね、最初に入れた分が揚げ終わったんだけど、こんな感じ、すげえカレーパンみたいになっちゃってるうまそう。で、あとね、揚げていくのがこれ、普通のチーズバーガーと、次ね、ダブルのビッグマックでございます。超うまそう。まずこれ、普通のチーズバーガー、うい、えい、すげえ、これダブルビッグマック、やばい、めっちゃ入ってんだけど、絶対崩れんじゃん。爪楊枝でガッシリ止めないとやばい気がする。いい、いってらっしゃい。そしたら今ね、もう揚げる方はほぼなくなったんで、こっちのね、ホットサンドメーカーで焼いていこうと思います。まずね、これフィレオフィッシュ、フィレオフィッシュさんと、もちろんこいつだよね、ビッグマックさんでございます。いや、やっぱうまそう、これうまそうだぞ。いけるな、いけるはず、いって、いけた、はあ、ってことでスイッチオンと。とりあえず今ね、揚げの方終わりまして、よいしょ、こんな感じでございます。すげえうまそう。ちょっとナゲットも揚げてくわ、一回。よし、オッケー、ナゲッツもオッケー。これもういい感じじゃね、これいい感じじゃね、いやー、オープン、はい、うわ、うまそう。そしたらあと、まあ残ってんだよ、これグラン系、グランガーリックペッパーとグランクラブハウス、これどっちもね、バイマックなんですよ、縦2倍のやつ。これもね、ちょっと焼いていこうと思う。ああ、しまった、熱っ。今なんとなくいい感じにね、煙出てきたんで、これでちょっとオープンしていきたいと思います。オープン、うわ、うまそう。じゃあとりあえずこれでね、盛り付けて向こうに持って行って食べていきたいと思います。はい、ってことでね、今こんな感じで完成して持ってきました。それでこっちが揚げたバージョンだね、フライしたやつと、こっちがホットサンドのものになってます。ちょっとね、時間が経っちゃってるんで、音とかが弱くなっちゃってるかもしれないけど、食べていこうと思います。いただきます。ちょっとじゃあまずこれ、ちょっと何かわかんねえんだけど、これから、うまそう。
まっ。これはめちゃめちゃうまい。ごめんね、かじったとこで。これ多分江口なんだけど、これね、やばい、めっちゃうまい。うん、時間が経ってもサクサク。うん、あと油っこいな。油感はね、数倍。うん、じゃあとりあえずこれナゲット、ナゲッツ。うん、あ、うまっ。うん、これ見て、ホットサンド、うまそう。あっつ、あっつ。うん、うまいけど、ちょっと僕の焼きが足んなかったのか、香ばしさっていうか、その焦げてる感じはないから、単純に硬いパン、水分が抜けちゃって、これはそのまんまのがうまいかな、俺は。うん、まあただ今回ね、まあキッチンからも分かる通り、明るい時間からやってるのね。で、一応昨晩バイマックとか買ってきたから、1日経ってるハンバーガーのアレンジとかにしてはうまいと思う。普通にチンするよりはいいかな。たまにはこういう食べ方もありですね。うん、とりあえずマスタード、ちょっとナゲットをさ、絶対こっちの方がうまいじゃん。ってうまそう。うん、うん、まん。うん、うん、これちょっとメインなんだけど、本当はもう食べたくて、これダブルビッグマックの揚げたやつ、めっちゃうまそう。いただきます。うまっ、なんだこれ、うまっ。うん、食べ応えがすごい。あの中のパンにも全部油がさ入り込んでるから、噛んだ瞬間にジュワって油が飛び出してくるんだけど、重いけどうまいぞこれ。ちょっとケチャマヨ、あ、ケチャマヨじゃねえや、ケチャ、マスタードか。今日はお休みなんで、こちらを、はあ、やっと飲める。うまい。そしたら、これなんだ、これ何なんだろう。ちょっとわかんねえけど、これもう見た目は全部一緒だな。うん、エビフィレオだ。なんか普通に食うよりエビプリプリだぞ。うまっ。比較的味はちょっと薄めかもしんないけど、うん、うん、すごい油っぽい、重いな。グズグズになっちゃったんだけど、あ、ビッグマック、これ本当にビッグマック。ビッグマックなんだけど、見てこれ。ペラペラ。いただきます。うん、うん、やっぱ油がないな。うん、ちょっとさすがに味気ないなこれ。うまっ。ちょっとね、油がなくて味気ない分、ケチャップつけるとうまい。あ、うまい。うん、すっ
続いてこれか。よくわかんないの。チキンクリスプだこれ。これはね、ちょっと違う。もともとチキンクリスプのさ、油がバサバサしてるから、まあ、パンもこの衣になってきてるし、すげえ詰まる。そしたらちょっとこのカレーパン、カレーパンじゃねえや、なんかこれなんだっけ、このチーズバーガーなんだ、ごめんまた断面見せになって怒られるけど、こんな感じ。いやもうカレーパンでしょこれ。ちょっとビールなくなったんでコーラに。そしたらじゃあ先にホットサンド、あれこれチーズバーガーじゃなくてハンバーガーだったっけ、なんだっけこれ、あれだ、最後のホットサンドはね、これフィレオフィッシュだ、フィレオフィッシュ。なるほど、これこそ油がゼロだわ。でもこれ焼く前にソースとかかけてあげて焼いてあげるとうまいかもしれない。もう完全に白身魚のムニエルみたいになってんだよね。これラストか。何食べてなかったかよく覚えてないんだけどさ、これラストはね、いただきます。これがダブルチーズバーガーだ。ん？ダブルめっちゃうまい。普通のチーズバーガーとこんな違うの、別物なんだけど。うまっ。最後の一口ね。ごちそうさまでしたと。はい、ってことでね、今全部バーガーの方が食べ終わりました。めちゃめちゃうまい。まあもちろんね、このフライの方、僕のリアクションを見てもらえれば分かる通り、これめちゃめちゃうまい、間違いなくうまい。ただすごい重い。普段ハンバーガー2個食べれるよって人でも、いやもう1個で十分ぐらい、もう倍ぐらい威力があるから、お腹と相談しながら気をつけてください。でね、このホットサンドの方は押しつぶす分油と水分が出ちゃうから結構ねガチガチになるのね。で一応ただ僕がホットサンド用のプレートではなくてグリル用のプレート使ったんで、あの油が下に落ちるタイプだったんですよ。だからねその分また油分も少なかったとは思うんですけど、逆にねそういう作り方すると普段このマックとかが重くて苦手だなって人でも食べやすくなるのかな。結構ね食べやすくなるから、もしね、あの、ファストフードとか、この油っこいものが苦手って人がいらっしゃれば、ぜひね、試してみてもいいかもしれません。なんで、まあぜひね、皆さん、揚げるのも、ホットサンド入れちゃうのも、試してみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。